ね、攻めの力が弱まったってどういうこと？攻撃力が弱まりよるってこと？ちょ、言い回しがよくわからんねんけど。はい、ご利用し。アユナは星の砂を3個手に入れた。道具箱に送られたよ。なんなん？あの頃さ、フィールド上に勝手におって勝手に、あえて唐突に勝負仕掛けてくる感じ？めっちゃびっくりするやん。だって別に何のマークもなかったよね。知らんけど。いや、多分なかったと思う。おそらく。マップ上に。さあ、ちょ、明るいうちにね、浜那須島に行って、密犯人を捕まえてこよう。捕まえてきました、最後の一匹。気許さんかったら出てこんかったよ。浜那須の島にいる密犯人を連れてきてくれたのか？連れてきたよ。やっとこさ。はい、どうぞ。早速蜜をいただこうか。ね、蜜いただきよるだけでさ、本体連れて行ってくれてないん。なんか普通にボックスの中に3匹とも入っとんやけど。ペロ。どう？蜜にする花が違うのかな？お茶に入れたくなるような味わいだ。異なる地域に住めば蜜の味も異なる。蜜ハニーたちの不思議に感動だ。北洋の原野だけでもたくさんの蜜ハニーの群れがいるから、もっと蜜を集めてみたくなったな。君のおかげですっきりしたよ。厳選したキラキラ蜜を受け取ってくれ。サブ任務57、蜜の味達成。よし。さあちょっと、私忘れんうちにさ、パチリスを。忘れんうちにパチリスをはいいんやけどさ。一番最初のとこやったっけ？あれ、あの場所で、ポケモンって入れ替えれたかな？ベースで入れ替えれたか。とりあえず旅立ちまーす。村の外に出ますね。んで、ここか。パチリス。ね、パチリス連れた人この辺おる？ん？おらんくね？え？おらんくね？ねえ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 、パチリス連れたおじさんは？あ、この辺におらんかった？別のとこ？とりあえず、サブの、アパチリスの戦い方。ちょ、これをね。どこや？どこや？ここではないってことか。ちょっと待って、帰る。ん？なんか、ミツハニー完成したよ。なんで前回で更新されんかったん、これ。今回私何もしてないけど、まだ。あ、戻ります。で、戻って、今、つけた剣、これか。よし、湿地ベース。今、追跡つけた剣大丈夫なはず。よし、これで、パチリスだけにするんよね。ポケモンをちょっと。移動する。あ、じゃあ、とりあえずパチリスと入れ替えるか。一旦全部空っぽにするのめちゃくちゃめんどくさいな。はい。てかあれやね、前、アンシーマ、あ、これか。今度、ヒコザルを、育てたいな。と、ちょっと思ったんやけど。あ、動画外でレベル上げでもしますか。よし、これでパチリスだけになったよ。はい。違う違う。パチリスの戦い方を見せてくれるのか？よし、リングマと戦ってみせてくれ。ねえ、レベルは？どうなん？私別にパチリス何も
育ててないんだけど。AK パチリス。ね、レベル差とかはどんな感じで。あー、でもこっちが上や。なるほど、よかったよかった。もともとレベル高いやつ捕まえとったんやね。噛みつく。めっちゃ普通にいけそうな感じ。待って待って待って、強いって強いって。めっちゃ強いんですけど、恐ろしい。傷薬。超怖いやん。この道具使うのでさ、一旦なくなるのきついよね。で、これさ、回復して、もう一回攻撃されて、回復してってやったら繰り返しになってしまうもんね。でもなスパーク。効果抜群のがあればいいんやけど、この辺がないけん。きついって。きついって。え、これ倒さんかってもさ、なんか、ないかな。倒さんくてもなんかクリアになるとかあるかな。戦い方が知りたいだけやろ。あ、当たらなかった。よかったよかった。そう、そういうのをさ、間に挟んでくれんとね。戦い方、ちょっとこっちも当たらんかってどうするんよ。戦い方も何もさ、私はいつもご利用しなんです。ちょ、やめてやめて、2回連続で当たらんとかいかんって。あー、ダメやって。だってこれ2回連続で攻撃受けたらさ、こっち死ぬやん。いけん、耐えられるのは1回だけなんやって。一応今のところ2回続けて攻撃をしてくることがないけん助かっとるけど。ねえ、攻めの力が弱まったってどういうこと？攻撃力が弱まりよるってこと？言い回しがよくわからんねえけど。はい、ご利用し。こんな感じですけど、なんか参考になった？すごい、パチリスでリングマを倒せるなんて。レベルでのご利用しですね。パチリスもはつらつとしていて、戦いを恐れている感じはしなかった。君の指示もパチリスをよく理解していて安心感があった。マジでハラハラしかしてなかったよ。私はポケモンをよく調べる調査隊の仕事が役立っているんだな。俺たちも負けてられないな。パッチサブ任務35、パチリスの戦い方。さあ、ちょっとポケモンを戻しとこう。こんな状態で移動しよったらね、恐ろしすぎるわ。まあ、とりあえずさっきの状態に戻したんでいいかな。え、これさ、まとめてできんの？まとめてできないんですかね。はい、ネオランと。一応ね、いろんなタイプのポケモンをバーって入れていっとる私。ね、電気、飛行、水、草。いろいろと網羅しとるよ。ゴースト。これ、レベル15か。ポニータにも乗ってみたいな。あれ、もう一匹は？ほう？あれ？どこ行った？ん？おらんくね？おる？おらんくね？あ、おったおったおった。ちょ、なに、やっぱあれだよね。爆風の顔がさ、私の中の、違う危ない。私の中のね、パッと思いついてる爆風の顔と違うけんさ、全然どこ行ったかわからんくなるんやけど。はい、これで。ふぅ。あ、帰ります帰ります。とりあえずパチリスの情報が更新された。戦ったけん。 OK、 これだけの成果でしたらランクアップできます。シナボシ隊長に報告するのです。これから村に戻ります。ではことぶき村に戻りましょう。大丈夫です、警備隊も一緒ですよ。さあ、これでとりあえず、まあ掲示板というかホワイトボードというか、あそこから受けられる依頼は全部受けて終わったっていうことかな？サブクエスト。まあ、ね。解決できてないやつもめちゃくちゃ溜まっとるけど。
その辺はまあ頑張ってやっていくとして、はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。三姉妹のさ、フィールドにおる位置っていうのは固定？ランダムじゃないよね、さすがに。それはちょっと恐ろしすぎる。